太郎くん。委員長。池畑くん。日本維新の会、池畑幸太郎でございます。本日は今回もですね、担い手育成、農業教育を中心に質問させていただきたいと思います。農林水産教育の質的向上に必要な施設設備の整備を促進しまして、時代の進展に対応した次世代の農業を担う人材の育成に努めていきたいというふうに考えております。近年は ICT が急速に普及しまして、人工知能や情報通信最先端技術の活用した大型農業機械やロボット、ドローンにて農業散布を行うようなスマート農業が急速に進められております。これまでの農業とは大きく変化をしております。近年このような状況を踏まえまして、高等学校における農業教育は国際経済に十分に対応できる競争力を持った農業と活力ある農村を構築しまして、次の世代につなぐ重要な責務を担っているというふうに思っています。農業、水産、林業などの一次産業に関わる高校で学ぶ生徒たちに、将来の農業の担い手になるための必要な専門知識とは何か、それらの知識をどの科目や領域で教えるのか、またそれに伴う必要な技術をどうやって身につけさせるのかを明確にし、それらの知識、技術を一次産業に関わる生徒に確実に習得させることが何よりも肝要であるというふうに考えます。そのためには農業水産実習教員、そして農業の教諭、質的向上、特に直接指導に当たる現場の実習に関わる教員が、農業現場の高度な技術に対応できる専門力を身につけることが必要条件であるというふうに考えます。ここからですね、農業高校に特化して質問を続けさせていただきたいと思います。技術を伴う領域の指導者が現場に実践に即した研鑽研修ができる環境や条件の設備のための予算的処置が求められるというふうに思っております。そこで平成24年の6月に自由民主党の立花慶一郎議員が質問趣旨書を提出されております。担い手の育成のための地域の農業高校の役割と国の支援に関する質問趣旨書において、担い手育成のための地域の農業高校の役割について農林水産省の見解を問うておられます。内閣からの回答は、農業に関する学科を設置している高等学校は、持続可能な力強い農業を実現するために必要な意欲と能力のある農業経営者の育成等という重要な機能になっており、その果たすべき役割は大きいというふうに考えておりますという答弁がなされております。この考え方は今も変わっていないのでしょうか。金子大臣から、農業水産高校を卒業し農業経営者第一次産業に関わる可能性の高い彼らに対してエールを含めたご答弁をいただきたいというふうに思います。金子農林水産大臣。農業従事者の高齢化減少化が進む中、我が国農業が将来にわたって食料等の安定供給を果たしていくためには、若い世代の新規就農者を育成確保することが大変重要であります。こうした中、農業高校は議員もご指摘のように立花議員の質問趣旨書に対する答弁のとおり、持続可能な力強い農業を実現するために必要な意欲と能力のある農業経営者の育成という重要な機能を担っているように考えておりまして、その役割は非常に大きいものと考えております。農林水産省といたしましては、農業高校がそのような役割を十分果たし、そこに学ばれた若い方々に将来農業をですね、職業として選んでもらえるように、農業高校の教育環境の充実に今後とも取り組んでまいりたいと考えております。池畑幸太郎君。大臣、ありがとうございます。まさにその通りだというふうに思いますし、立花議員が10年前にそのように質問趣旨書を出された経緯はちょっと分かりませんけれども、大臣が今答弁された通り大事な環境であるというふうに私も思っております。そこで今回はですね、農業経営を志す若者も学ぶ農業高校にいてですね、文部科学省と農林水産省はどのような支援を行っているのか質問させていただきたいと思います。先ほど大臣の答弁にもありましたように、先進的な農業教育の推進のために、研修の充実や農業教育への理解啓発を推進するために、
予算措置はですね、十分確保されているとお考えでしょうか。スマート農業推進に向けた教育現場において、施設の老朽化が危惧されております。先日、現場の農業高校を視察してまいりました。実にですね、昭和35年から40年頃から改修されていない施設も散見されました。ですね、たまたま母校に見学に行ったんですけども、懐かしさ以上に不安を感じたというところであります。そこでちょっと通告をしてないんですが、国がですね、農業高校や水産高校の改築要望のある施設状況を把握しているかどうか、詳細は結構ですので、そういう改築をですね、どういうところに改築が必要かということを把握しておられるか、おられないか、それだけ答弁をもしできればしていただきたいなというふうに思います。森文部科学省大臣官房学習基盤審議官。お答えいたします。農業高校などを含めました高等学校の老朽化した施設につきましては、原則的には設置者ある、都道府県等の判断により整備を行うものではございます。ただ、産業振興の点から今ほどご指摘ありました、実習室の増築、また老朽化した施設を改築するためのそういった経費の一部につきまして支援しているところであります。年度単位の予算措置でございますので、その時期時期に合わせまして各その学校現場からのご要望を受けたまっておるところでございます。池畑幸太郎君。ありがとうございました。把握は一部しているということだというふうに認識させていただきました。その中でですね、まず施設のその改築の意向、今答弁もいただきましたけれども、県内の農業高校、水産高校などから県に改築の要望が上がってきます。その時にですね、県が施設を把握をしに行きます。県が予算、自分のところの県の予算を見ながら順番に施設を改善するスケジュールを立てているはずなんですけれども、先ほど申し上げましたようにですね、学校から要望を上げながら昭和35年から40年ぐらいからあまり変わってないということということは、県の予算がついていないということなのかなというふうに認識をしております。そこでですね、県の予算がついていないから県も予算がないので、国に挙げられないということがずっと続いているのではないかなということが考えられます。そこで国からもですね、県に要望に改築のスケジュール、耐用年数なんかもありますが、基本的には挙げるべきではないのかなというふうに思います。国から指摘をしてあげるということですね。的確に把握して指示を含めてするべきではないかというふうに私は考えますが、いかがでしょうか。森文部科学省大臣官房学習基盤審議官。お答えいたします。ただいまご指摘がありました計画管理整備につきましてでございます。文部科学省といたしましては、都道府県等に対し産業振興等の所管部署とも連携を図りながら、産業教育の充実を図るための施設、設備、この計画が整備に努めるよう、通知や担当者が集まる会議などを通じまして、促しているところでございます。引き続き、今ご指摘いただきました、計画的な整備がなされるよう努めてまいりたいと思います。池畑幸太郎君。やはり県から昭和30年ぐらいから上げられないというのは、引き継ぎもなかなかうまくいってないという状況もあるかもしれませんが、やはりガラスハウスとかですね、マスカットなんかを栽培するときにはビニールハウスよりもガラスハウスの方が良いということもありまして、それもなかなか昭和50年代のハウスが多くありました。安全性の面からもですね、早急に県からですね、予算がないから要望を上げられないという状況を打開していかないといけないというふうに思いますし、これからその改築はそういう面からもしていくべきだというふうに考えますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。また農業機械はですね、農林水産省を管轄ということですから、農林水産省に伺いたいふうにと思います。農業機械ですね、農業高校生たちが勉強するために使う農業機械もですね、施設と同じ同様で、古い機械が多く散見しております。十分な実習ができないということも聞かせていただきましたが、設備等の改修が直ちにできないということでもありますから、せめて農業機械の導入に関しましてはしっかりと支援していくべきではないかなというふうに考えますが、施設同様いろんなしがらみがあるかもしれませんが、農林水産省としてですね、どのように考えておられるかご覧していただきたいと思います。武部農林水産副大臣。
まず農業高校はですね、将来の農業の担い手として期待される農業高校の生徒が、農業を職業として選択 したいと思われるような、教育を行えるように、する必要があると思います。で農林水産省もですね、令和4年度予算においてスマート農業や環境配慮型のカリキュラムの強化や、今お話がありました研修用機械や設備の導入も支援をさせていただいております。それでまず農業高校につきましては、今文部科学省からもお話ありましたとおり、地域の農業の担い手を育成するための学校でございますので、まず都道府県が農業高校の運営主体として主体的に教育環境の充実に向けて取り組むことが必要があるというふうに考えております。その上で農林水産省もこうした農業高校の教育カリキュラムを強化する、それから農業教育の高度化を図る、農業機械の設備の導入をしているというところであります。導入に関してはですね、国が2分の1、都道府県が2分の1で、今委員のご指摘だと、その2分の1が都道府県、なかなか財政が厳しいんじゃないかというお話でもありますけれども、そうは言いつつも都道府県においてもですね、農業高校における機械の耐用年数等を考慮して、計画的な更新に取り組んでいるものと認識をしております。引き続き文部科学省と連携しながらですね、農業教育の高度化に向けた取り組みをしっかりと農林水産省としても支援してまいりたいと思います。池畑幸太郎君。はい、文科省とも連帯をしていただけるということですし、更新しているところは更新していると思うんですが、更新が遅れているところは、今私も申し上げましたように引き継ぎがうまくいっていないところというのが、ずっと続いていると、機械はですね、結構性能がいいのでずっと動き続けるということもありますが、やはりこれからスマート農業も含めて新しい農業に向けて刷新していく部分も必要ではないかなというふうに思います。答弁ありがとうございました。その中でですね、今ルール答弁もいただきまして、施設や機械の更新もとても大事だというふうに認識もさせていただいてますし、私自身もそう思っております。そこでですね、さらに必要と考えますのが、農業委員会でもよく質問が出ておりますけれども、農業教育の質の確保、人材の確保ですね、向上のためにもこれらの分野に精通した教員の確保が重要というふうに考えます。教員の継続的な研修や新しい技術習得に向けてですね、どのような措置や工夫を行っているのか質問させていただきたいと思います。ワニブチ文部科学大臣政務官。お答えいたします。高等学校の教職員定数につきましては、累次にわたる定数改善計画を通じまして改善を図ってきたところでございます。主要定員に応じた学級担任や教科担任等の基礎的な教職員定数に加えまして、農業高校や水産高校などに対する加算措置を講じております。また学校が個々に抱える課題解決等のための課外定数も措置しておりまして、この中で教員が研修に派遣されている間に、その代替となる教員を配置できるようにするための定数も配置をしているところでございます。措置をしているところでございます。さらに学校教育活動等を支援する学習指導員など支援スタッフの配置支援にも取り組んでおります。文部科学省としましては、農業高校や水産高校も含む高等学校の安定的な教育活動が確保されるよう、引き続き今ご紹介したような支援をしっかりと講じてまいりたいと考えております。池畑幸太郎君。大臣政務官、ありがとうございました。今ですね、大臣政務官の答弁にもありましたように、研修を組んでいただいているんですが、良い研修を組んでいただいてもですね、今、内外教員という話もありましたけれども、なかなか募集が集まらないということがあります。やはり現場の先生が研修に行ってしまうと、現場が回らないということがあるということを聞いてまいりましたが、今、政務官の答弁からも、その点も注意していただいているということでございましたが、今いるですね、教員が、座学や研修に行ってすぐレベルアップをするわけではないというふうに思います。根本的に教員の数とかですね、研修を受けられるように調整をそもそもしておくべきだというふうに思います。新しい教員になったときからですね、新しい技術や農業についてですね、どのように生徒たちを教育していけば
農業高校や水産高校の中で就農につながっていくか、勉強だけではない、さらに将来に夢などを語れるですね、魅力的な教員になってもらうためにも、かなり余裕を持った指導時間の配分や教員の数を考えていく必要があるというふうに私は考えております。今政務官からお話があった通りですので、なぞっているような感じでございますけれども、次の質問に移らさせていただきますが、現場の視察をしたときにですね、校長先生も言っておられましたけれども、農業教育はですね、農業高校のみで行われるものではないと、小学校ましてですね、その地域の周りでも、農業の高校のある周りでは実習で得た作物とかそういうものを買っていただくとか、地域の方に育ててもらえる部分というのは多くございますけれども、今回はその小学校におけるですね、社会科などで行われております農業科で取り組みを、農業科というか社会科で取り組まれておられるものをちょっとお伺いをしたいというふうに思います。将来農業という職業を選択する人をですね、増やす取り組みとして小中においてもですね、職業としての農業を学べる授業が行われているとお聞きしましたけれども、現在どのような教育をされているのかお聞きしたいと思います。森文部科学省大臣官房学習基盤審議官。お答えいたします。小中学校におきましては学習指導要領等を踏まえまして、農業に関することとして例えば小学校の社会科でございますが、我が国の農業や水産業における食料生産は国民の食料を確保する重要な役割を果たす、そういったことを理解するような授業を行いましたり、中学校社会科におきましては農業を含む国内の産業の動向をもとに日本の産業に関する特色を理解したり、また中学校の技術課程科、これは技術の分野でございますが、作物の栽培を含む生物育成にかかる技術、そういったものを身につけたり、さまざまな指導が行われているところでございます。またこういった座学に加えまして、体験型の授業というものも支援しているところでございまして、各地域において地域ぐるみで取り組んでいると承知しているところでございます。いずれにしましても文科省としては引き続き座学実学ともに学習指導の趣旨の徹底に努めてまいりたいと確認しているところでございます。池畑幸太郎君。答弁ありがとうございました。小学校中学校でもですね、さらに踏み込んだ食品の安全に関わりつつですね、農業水産など今神田委員からも自民党の神田委員からもありましたけれども、かっこいい農業、かっこいい第一産業をですね、認識してもらえるような変な刷り込みではなくてですね、農業というのはこういうお仕事なんです、プラスアルファですね、こういう機械を使いながらやっぱこういった生産、また生きていくためには必要な事業なんです、たくさんしていただいていると思うんですけれども、小中高でさらにですね、踏み込んだページ数を少し増やす、これは教科書の会社の問題かもしれませんけれども、それぐらい踏み込んで教育をしていただきたいなというふうに思います。大臣も立花委員の収集の中に、あったとおりですね、やはり将来、中学校から高校に上がって、で高校で農業高校でなくてもですね、農業ってやはりちょっと魅力があるなというふうに思ってもらえるような教科書、そしてまた文科省としてもそういった方向性で考えていただければというふうに思います。令和2年3月に示されましたですね、食料農業農村基本計画ではですね、農業を支える人材の育成のための農業教育の充実とありました。若い人に農業の魅力を伝えて、将来的に農業を職業として選択する人材を育成するために、今まで質問させていただきましたとおり、農業高校や農業大学校等のですね、農業教育機関において先進的な農業経営者による出前授業、現場での実習に関する教育や企業、他の教育機関、研究機関等と連帯したスマート農業技術研修等、実践的な発展的な教育内容の充実やそのための施設、設備等の整備を進めとされておりました。まさに質問させていただいた内容そのままでございますけれども、これまでですね、農業生産工程管理、ギャップというものであります。私も県会議員時代から質問をこれさせていただいているんですけれども、具体的にどのようなことを教えてですね、取り組みを行ってきたのかお聞きさせていただきたいと思います。武部農林水産副大臣。今委員がご指摘のとおり、食料農業農村基本計画におきまして、若い人に農業の魅力を伝えて、将来的に農業を
職業として選択する人材を育成するということが、特に農業高校においてですね、しっかりと農業教育をしていただける環境を作ることだって重要だと思っています。で、先進的な農業者による、出前授業のお話ありましたけれども、これに対する支援もしております。農業高校に対しまして、外部の専門家を招聘して実施する出前授業でございますが、昨年度では46の都道府県において出前授業が実施されております。それから今ギャップのお話ございましたけれども、私も自民党のギャップ推進の党の中で推進の座長も務めておりまして、これを推進するために農業高校にもしっかりとギャップを取得していただくということも取り組んでまいりました。で、昨年6月時点でですね、全国の農業高校の約3分の1に当たる107の農業高校において第三者機関による認証を取得していただいています。で、これは交付金など用意してまして、予算面からもこれ支援をしているところであります。またやはり農業が魅力的であるということは、やはりスマート農業ですね、これがしっかりと現場でそれを実感していただく、学んでいただくということが大事だと思っておりますので、実際に生産現場で導入している先端技術をですね、スマート農業実証プロジェクトにおいてやっておりますけれども、多くの関係者のスマート農業を見て試していただける場を提供しておりまして、このうち農業高校については令和2年度には16地区の実証プロジェクトに参画していただいているところでもあります。委員のご地元であります淡路高校もこの16の地域の一つでございますけれども、こういった農業高校の生徒の意欲向上にですね、農林水産省としてもつながっていくような実践的な教育の実施を支援してまいりたいと思います。池畑幸太郎君。以上、丁寧なご答弁ありがとうございました。とても分かりやすかったです。私がいた農業高校の時代からですね、さらにかなりもうギャップに関しても推進をされているということで、勉強させていただきたいと逆に思いました。その中ですね、農業高校を出てですね、すぐ就農ができるわけではありません。その中で、小山委員からもありました、その専門職大学校でかなり人気ですと副大臣からもお話がありました。で、現状ですね、従来からある農業大学校についてでございます。緑の食料システム戦略でもですね、有機農業の推進について提起をしておりますけれども、今島根県、埼玉県のですね、農業大学校において先進的に行われております有機農業の専攻化、いわゆるコースについてであります。農業高校を卒業してから農大を出るにあたりましてですね、これさらに日本がですね、これから有機の栽培を日本の農業の中心に添えていこうとしているわけですから、ましたようにその全国的なこの有機栽培コース設置にですね、農業参入促進委員会の千葉代表も提案されておりますけれども、有機コース、化、そして先行、少なくとも先行というふうに考えておりますけれども、設置を積極的に進めていくべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。武部農林水産副大臣。将来の農業の担い手を育成する農業大学校において、有機農業について学べるようにすることは、緑の食料システム戦略からも有機農業の取り組みを推進する上で、非常に効果的だというふうに考えております。今お話にありました、埼玉県立の農業大学校、それから島根県立の農業大学校で、埼玉は1年コース、島根は2年間のコースをやっていただいていると、専門コースを用意していただいているというふうに承知しておりますし、またそのほかでもですね、例えば兵庫県でも農業大学校において、これはコースといいますか、就農してからおおむね5年以内の方を対象として、この有機農業の必要な知識を学べる、そういったようなコースも用意していたりしております。いずれにしましても、農林水産省としまして、令和4年度の予算において、農業大学校における有機農業に関する教育カリキュラムの強化や、指導者向けの研修も実施したりしておりまして、
有機農業に知見のある方を招きまして出前授業を行うことなど支援をしております。引き続き有機農業のに関する学びの場が増え、有機農業の取り組みが広がるようにですね、支援してまいりたいと思います。池畑幸太郎君。ありがとうございます。また国が進めております、あの有機栽培のですね、方法を教えるマスターとして、まあ、500人ぐらい、考えておられるということでありました。で、まあ、将来その500人に入るですね、育成機関としても、まあ、大事な機関でないかなというふうに私は考えておりますので、ぜひとも進めていただきたいと思います。少なくとも先行ですね、どんどん全国に広めていただきたいというふうに思います。最後の質問であります。農業高校の、まあ、女子生徒の割合が増加の傾向にあります。先日の委員会でも長友委員が紹介されてましたようにですね、6割から7割の女子生徒が占めているところもあるというふうに聞いております。まあ、これからの農業をですね、維持発展させるためには農業分野への女性の参画が大変重要と私も考えております。また農林水産省によるですね、農業女子プロジェクトも約10年前から始まっておられます。とても良い取り組みであるというふうに思いますし、まあ、狩島女性農業経営者もですね、出てきているというふうに考え、聞いております。まあ、今後女性農業者をどのように支援していこうと考えておられるのでしょうか。しっかり女性農業プロジェクトを推薦するためにも予算組をですね、考えてほしいなというふうに思います。前回長友委員の折にはですね、参考人の方からのご答弁でしたけれども、政務の立場で、まあ、予算組などのあり方も協議をするという決意も含めてご答弁をいただきたいというふうに思います。宮崎農林水産大臣政務官。お答えいたします。農業の発展、地域経済の活性化のためには生活者の視点でございますとか、多様な能力をお持ちの農業女性農業者の活躍を、まあ、推進することが必要だと私も考えておるところでございます。ゴールデンウィーク中にあの先生のご地元でございます、私のふるさとでもございます、あの兵庫県の女性農業業士会の会長さんにも私もお目にかかって、ご意見をお伺いしたところでございます。今お話がございました農業女子プロジェクトにつきましては、女性農業者と企業教育機関とが連携をしたさまざまな取り組みによりまして、農業で活躍する女性の姿を社会全体に広く発信をいたしまして、女性農業者の存在感を高めて、合わせて先ほどからお話がございますけれども、職業として農業を選択する女性の増加に資することを目的といたしまして、2013年に設立をされたところでございます。現在では906名の農業女子メンバー、農業内外の企業37社、教育機関8校が活動するなど、その取り組みが広がっているというところでございます。これまでですね、企業との連携によりまして、女性が扱いやすい農業機械等の開発でございますとか、農業女子メンバーが生産をされた農産物の販売イベント等に取り組ん等の実施に取り組んできたというようなことでございますとか、出前事業のお話、先ほど来ございますけれども、高校大学等におきましてメンバーが農業の実態等を伝える出前事業を実施をいたしまして、農業女子が卒業後に新規収納をする、こういった成果が出てきたところでございます。先生お話がございましたように、近年ですね、農業高校において、女子生徒の方の割合が、増加傾向にございますので、将来農業をやってみたいと思っていただけるようにですね、ぜひ、農水省としてもこうした農業女子メンバーの取り組みを後押しをさせていただきたいと思いますし、合わせてですね、女性農業者の皆さん方が働きやすい環境の整備、それから農業女性農業者のグループの皆さんがやられる活動の支援とですね、さまざまな形で支援をさせていただきたいと思っております。池畑幸太郎君。はい、大臣政務官ありがとうございました。地元では宍粟市、辰野市、佐用町、地元の議員たちとも交流をいただいてたというふうにお聞きしました。しっかりとですね、この地域の農業を守っていきたいというふうな思いは党は違っても同じだというふうに思いますので、今後とも一生懸命頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。これで質問を終わらせていただきます。次に